ボールを持ちました。何をするんでしょうか。サイドへ展開していきます。サイド攻撃は失敗です。カバーニ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを回しますがなかなか崩れません。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。カバーニ、プレーが軽いですね。ミュラー、ボールはまだ生きています。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールへの寄せが非常に速い。さあ揺さぶりをかけていく。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。さあどうだ。キーパーにバックパスです。うまい。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールに寄せたのはディフェンスでした。カバーニ、相手に渡ります。サイドからの攻撃へ向かいます。ボールがこぼれました。仕掛ける前にボールを奪われました。危険な位置です。緊張感が増してきます。カバーニ、ちょっと消極的なパス回しです。クロスを出した。カバーニ、ゴール決まった。さあこれでゲームのバランスが崩れました。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。ついに試合が動きましたね。両方ともなかなか決められない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうです。慎重に攻撃を組み立てています。上がった。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴールラインを割ります。いい形でゴール前まで持ってきました。サイドへ合わせてくるか。クロスは結局チャンスになりませんでした。シュートに行けるか。このボールはディフェンスが処理します。コーナーとなります。ユラヒールで渡します。中盤でボールをカットしました。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。カバーニ、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ここで網にかかる。狙っていった。
キーパー、ボールをつかみます。後半戦の開始です。ボールを失いました。カバーニ、審判はフリーキックの判定です。危険な位置です。緊張感が増してきます。相手がボールを奪い攻撃を止めました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スローインからゲームは再開です。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。ボールはどうだ。このクロスボールはディフェンスがクリア。ミュラールーズボールになっています。ボールを運びゴールに襲いかかります。前方へは苦しいか。切り裂けるか。いいクロスを入れたい。ここは素晴らしいタックル。コーナーになりました。しっかりとコースを塞いでいます。突破しました。前に押し出します。深い位置でのスローインになります。ここはスローインのミス。ボールを失いました。ミュラー、ここから先の出しどころに苦労している様子です。スルッと上がってパスをカットしました。いい形でゴール前まで持ってきました。振り抜いた。シュートはディフェンスがブロック。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。副審がコーナーフラッグを刺します。さあ折り返した。キーパー弾き出す。まだまだ安心できません。スローインです。スローインから素早くリスタート。プレーを止めませんね。鋭い読みでカット。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。チャンスと見たのか。思い切ったシュートでしたね。遠くから打ってきましたが枠に行ってませんね。攻撃に移りたい。カットしました。ここはどうするでしょうか。サイドへ展開。じっくりと出しどころを探します。上げさせません。コーナーからのキックとなります。
さあスタジアムのテンションが上がります。カバーニ、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。危険な位置です。緊張感が増してきます。ミュラ、カバーニ、ここで網にかかる。ボールを運びゴールに襲いかかります。シュートだ、ゴール。さあ同点です。逆転といけるでしょうか。得点シーンのリプレイをご覧ください。ゴール前がガラ空きになってしまいましたね。あれでは決められてしまいます。パスがよくつながっています。ここで勢いが止まってしまいました。これは通らず、相手の選手にカットされました。よく読んでいましたね。狙っていましたよ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。さあ突破しましたよ。ここでシュート、ゴールが決まった。土壇場で勝ち越しゴールを奪いました。このゴールは大きいですよ。勝利が大きく近づきました。ゴールシーンです。慌てずにうまく決めました。ええ、あの場面で落ち着いて決めましたね。試合は追いかける展開ですが、差はわずか。ホームのサポーターの歓声が大きくなっています。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。形でゴール前まで持ってきました。これはどうだ。タックルでボールがこぼれました。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。ボールへの寄せが非常に速い。レフリーフリーキックの判定。切り裂けるか。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。試合が終了しました。スコアは2対1、1点差のゲームとなりました。シーズン中盤に来て運びゴールに襲いかかります。シュート、さあ突破しましたよ。ここでシュート、